半負けの本家の半魔岩先生2番目ですね。ということでね、私の足の血液の血行とか良くするにはね、結構今バイパスというような手術とかしてね、血管と通りを太くしてね、送るっていうことはできないんですね。今実際心臓から送る血液が限界で、体に送るちゃんと平等にね、血液循環良くしないといけないんで、一つだけ多く、ね、血液循環させてね、いくっていうのはちょっと無理なんですよ。で、あと荒っぽいような外科的なことでやるわけじゃなくて、精神的に体のね、から自分の力でね、そうする必要があるわけです。ということは、筋肉運動とか無理しないで、よくね、リラックスしながら、健康状況でね、足の先を運動するとかね、曲げたり、ね、開いたりとかね、してね、指先をね、そうやって、足だけはちょっと冷や、いつも冷やしたりすることできないと、今現状ね。僕、還暦、先月60歳になったんですね。で、次も61歳なんですけど、10月17日でね、昭和33年生まれなんですよ。ね。で、そこら辺をね、で、やりながら、美人の女性が好きなのは、理由としてはね、男にできない再生機能っていうのを持ってる。で、子供を作るという能力を持ってる若い女性で。ただ、美人の女性は、だから、ね、構造の子供を産めるという能力を持ってるわけですね。ブスはそうじゃない。私の見るブスね。人によってブス、ブスじゃないっていうのがいるんですよね。これはブスだ、僕は合わないとか、今あるわけで、各自でね。私が決めた美人ですね。だから人が決められないし、これが美人か美人じゃないかわかんないですね。各自のね、考えですね。で、私の思う美人というのは、そういう健康である、子供が優れた能力のものを、ね、埋められる。これが私のね、美人の女性なんですね。で、清潔であるという。あと、がんの細胞を子供を持ってる人多いんで、黒人には多いんですよ。あと、エイズ系ですね。持ってる人いるんです。大体人間の90%は持っちゃうんで、そういうのは、脱皮しないといけないですね。それかかってると長生きできないんですね。健康体じゃないんですよ。だからそういう菌持ってますから、人間90%ね、以上ね。もう年取るとほとんど全員ですね。だから、そういうね、伝染病、ね。これね、多すぎるんで、ほんと焼かないといけないんですよ。生きてる人みんな。90%もいいんですよ、人間に。これ全部焼かないといけないの。本当よ。焼かないといけないんですよ。全員、殺さないといけない。そういうことよく知ってる。ただ、そういうの多いから、人間たちに多いから、できないんですよ。伝染病よりがひどい。悪系だからね、がんの菌とか。かかったら、もう助かんないですからね。この子供がね、いるんだ。みんな、社会で一緒に仕事すると全部移るから、ね。移るんですよ、やっぱ。ね。まあ、それはできないから、周りもね、気をつけないといけないんですけど。そういうふうに、美人の女性は、優れた能力はあるということで、私は好むという体はね、その再生装置、ね、子供を作る能力、優れた能力。これを、ね、自分に男でも取り入れて、自分の体を再生する力をね、いろいろと考えないといけない。自分がだって、年取ったらしたら、自分で再生して、また子供からでもいいから、ね、作って生まれ変われればいくらでも長生きできるわけですからね。ね。ただ、女の人は40ぐらいまでになっちゃうから、ね。と、死んじゃいます。再生装置が。男と同じ体になっちゃいますね。なってきちゃいますね。
だからそこら辺はね、持ってる能力と女性でもそうなるんでね、40ぐらいでも子供作れなくなってきちゃいますから、それは困りますね。なぜでしょうかね。なぜ年取ると子供作れる再生装置というかね、製造装置がダメになるんでしょうか。ね、やっぱ大変なんでしょうね。若い時に、健康な時じゃないとね、そういう能力持てないんですよね。だからそういうことでね、私が今回話したかったのは、各自優れた能力ですね。これを学んでね、各自でね、勉強して能力をアップしない、していくということは大事だなということね。私が好きなのは、美人の女性がものすごく好きなのはね、若いね、それなんですよ。再生装置持ってるというね、良い再生装置を持ってるということなんですね。あとそんな感じですね。どうもありがとうございました。